松阪肉牛協会は、松阪牛の出荷業者と食肉業者によって設立された組織。厳選された牛肉を会員に提供し、松阪牛ブランドの信頼維持を目的としており、歴代会長は松阪市長が務めている。松阪牛協議会による統一定義が制定されるまで、この協会が制定した松阪牛の定義が一般に認知されていた。 会員企業は、ケヤキ製の会員証を店頭に掲げることで消費者に、対して、松阪牛の正規販売店であることを訴求する。会員は、年間2等分以上の松阪牛を仕入れる、産地偽装を行わないなどの規約を遵守することが、求められ、違反した場合は除名される。事務局のある、松阪市役所松阪肉牛協会は1958年に結成された。 松阪市の外郭団体の位置づけであり、会長は時の松阪市長が兼任し、松阪市役所に事務局を置いている。協会の目的は厳選した牛肉を提供し、松阪牛のブランドの信頼を維持することである。松阪牛に関わる組織の集合体である松阪牛連絡協議会の構成団体の一つであり、協議会長も松阪市長が務めている。協会には、 家畜商、ドミア、小売店、レストランが加盟しており、2004年時点の会員数は293名、2015年時点の会員数は243名である。設立経緯が東京方面への販路拡大であった経緯から、会員の7割が関東地方の会員である。バブル景気に湧いていた1990年の時点では、入会できる数を450名に限定しており、 東京都で100名、三重県で70名が会員枠の欠員待ちをしている状態であった。入会すると会員証として、欅製の盾が配布される。小売店ではこれを店頭に掲げて消費者に松阪牛の正規販売店であることを示す。会員は毎年更新制で、更新すると松阪肉販売店指定証が発行される。2015年度の会員向けの松阪牛、 出荷等数は2080等であったが、会員は生産者に対して、松阪牛の増産を迫っている。年間2等分以上仕入れなければ、除名となる厳しい規約がある。また、多府県産の牛肉を松阪牛として販売する、あるいは不当に安値で、松阪牛を販売すると除名になるという規定もある。実際に、これらの規定により2010年までに4名の、 除名処分者が出ている。申請の松阪牛は、松阪牛個体識別管理システムに登録され、三重県松阪食肉公社が、松阪牛シールと、松阪牛証明書を発行する。これに加えて、松阪肉牛協会が、松阪牛肉賞を発行する。販売店によっては、さらに独自のシールを重複して、松阪牛であることを主張している。 松阪市当局としては、食肉公社の松阪牛シールと松阪牛証明書に一本化したい、意向であるが、独占禁止法や、景品表示法に抵触する恐れがあるため、これを強制することはできない。特に、システム導入初期は大手事業者や、老舗事業者が、長年の信頼を盾に、松阪牛シールを使わない傾向にあった。松阪肉牛協会の取り組みは、 他のブランド牛肉産地でも手本とされることがあり、例えば佐賀牛は佐賀牛販売指定店の認定に年間6等分以上仕入れることという条件を設けた。松阪牛は第二次世界大戦前まで伊勢牛の名で流通していたが、1955年に宇治山田市が伊勢市に改名したことから松阪市ではなく伊勢市が産地であると誤解される可能性が生じた。 そこで、家畜省や生肉店の間で、話し合いが持たれ、松阪肉に解消することを決定した。一方、この頃、日本国民の所得向上により、高級食材への関心が高まり、松阪牛の皮肉頭数も増加を続けていた。そのような背景のもとに、産地側の松阪の出荷業者と消費地側の東京の食肉業者の間で1958年に結成されたのが、 松阪肉牛協会である。設立総会は、東京の末広で開かれた。松阪牛の供給量が増えてきたので、東京への出荷を増やすことが狙いであった。協会では、東京に松阪牛を売り込むのに際して、以下のような定義を制定した。雲津川から宮川の間の地域で飼育すること6ヶ月以上、飼育することメスの諸女牛であること枝肉の格付けが、 上規格以上であることこの定義の制定と順守により、まずは東京で松阪牛が高級牛肉として認知されていくようになった。その後、生産地域の定義は松阪市を中心とする区域、枝肉格付けは A5B5 に限るというように改正された。肉牛協会は定義を制定するのみならず、東京都中央卸売市場食肉市場、または 三重県松阪食肉公社で土地区した松阪牛の枝肉に鈴の形をした松阪牛の印を押し、チケットと呼ばれる牛肉賞を発行して本物の松阪牛であることを証明する業務を行っていた。一方、肉牛協会以外にも松阪肉牛共振会と松阪肉牛生産者の会という松阪牛に関する組織が結成され、 それぞれ独自の松阪牛の定義を制定していた。中でもよく認知されていた a 語 b 語に限るという規定を設けていたのが肉牛協会であった。三団体がそれぞれ松阪牛の定義を設けるという不統一の隙をついて松阪和牛、松阪産和牛などの紛らわしい表示が横行し、販売者側が独自の定義に基づいて 松阪牛と名付けて販売するという事態も発生した。2002年3月5日には、大阪市の会員が、大見牛の巨生牛を松阪牛と偽って販売していたとして、協会設立以来初めてとなる除名処分を下した。さらに2000年代には、BSE 問題や牛肉偽装事件を経て消費者の牛肉に対する信頼が揺らぎ、松阪牛のブランド価値をも低下させてしまった。 松阪市当局はこれを曖昧だった松阪牛の定義を統一する追い風と捉え、まず肉牛協会と肉牛共進会の流通システムを参考にして2002年3月に松阪牛個体識別管理システムを構築、関係者と協議してシステム容量を制定し、8月より本格運用した。次に肉牛協会、肉牛共進会、肉牛生産者の会と協議して、 松阪牛の定義統一に乗り出し、2003年5月に統一が完了した。統一にあたっては当初、長年運用してきた独自の定義を変更することに対して反発が大きかったという。また統一定義の制定により松阪牛を名乗れなくなって収入が激減したとして、旧大内山村の男性から損害賠償を求める訴訟を起こされたが、 2010年11月4日に土方裁判所から原告敗訴とする判決が下された。ありがとうございます。